のみんな、こんにちは。今日も楽しく元気に運動遊びをしていきたいと思います。今日も一緒に運動するのはラッキーとメンチチだよ。一枚脱いでも実です。こんな楽しい3人でお届けしていきたいと思います。じゃあそれでは今日やる運動遊びのテーマなんですけれども、こんな感じです。親子で楽しく運動遊び、お父さんやお母さん、子どもたちも元気に運動遊びをしてリフレッシュをしてみてください。今日使うものはまたお家にあるタオル2枚、どんなタオルでも大丈夫です。用意しておいてくれると嬉しいです。それではまず最初に準備運動をしていきたいと思います。では手首足首から回していきましょう。久しぶりに運動する人もいると思うので、自分の体調を考えながらね。はい、この前も言ったけど、自分の体調に合わせて、やってください。怪我のないようにやろうね。はい、じゃあ改善です。お家でやってる人もいると思うから、周りには十分気をつけてください。くれぐれも怪我しないようにね。はい、じゃあ足どちらからでもいいので前に抱えていきます。フラフラしちゃう人は無理しなくて大丈夫です。メンチッチ大丈夫かな。ちょっとフラついちゃうね。疲れてるのかな。ちょっと疲れてるかもしれないね。反対です。メンチッチにも言えること、無理はしないことで、無理しないで楽しく運動していきましょう。じゃあ最後にアキレス腱です。気持ちよく伸ばしていきましょう。では反対。はい、じゃあまたパプリカに合わせてストレッチをしていきたいと思います。みんな曲をよく聴いてね、リズムに乗りながらやっていきましょう。頑張ろうね、父。頑張るよ。頑張るよ。膝の音がしないようにね。じゃあ屈伸からいきます。3、はい。今度は新曲をしていきます。かかとをしっかりつけながらやっていきましょう。3、はい。今度は深く伸ばします。ここも頑張ってかかと浮かせないようにやってみようね。反対。次は肩入れです。足を広げたまま肩をぐーっと入れていくよ。反対。今度は腕を後ろに回します。今度は前に行くよ。これを繰り返します。後ろ、前、腕を回していくよ。で、ここで一回転します。横横一回転、上手。これを繰り返しましょう。次は足だけを、間違えた。足だけです。1、2、次は2回です。1、2、2、反対。1、2、難しい人はどっちかだけでも大丈夫です。楽しく運動してね。上手。これを繰り返します。もうちょっと難しいのできるよっていう人は今度は後ろに回っていきます。1、2、次は後ろ。これをまた戻るよ。じゃあここからは親子で楽しく運動遊びをしてもらう、していこうと思うよ。メンチッチはお父さんの役をやるよ。G2 が息子役。ラッキーは一人でやります。ぬいぐるみどんなものでもいいよ。お家にあるもの使ってみてね。じゃあね、今からやっていこうと思うんだけど、まず最初は手押し車っていうやつをやっていこうと思う。まず子供のちびっ子たちが寝て、お家の人は
足首を持って持ち上げてください。そして歩いてみます。歩いてみるよ、事実。わかった。頑張って。わかった。頑張って。どこに向かえばいいんだ僕たちどこに行けばいいんだろうね大丈夫大丈夫。この時にこのお尻が上がったり下がったりしない方がいいよね。そうだね。きちんとした姿勢でやってみてね。もし苦しい場合はお家の人は足を高く両脇に抱えてあげたり、あるいは膝の部分を持ってあげたりすると、子供たちはとっても楽にできるので、体力に合わせてやってみてください。あと、前に進むだけじゃなく、実、もうちょっと頑張ってね。前に進むだけじゃなく、ちょっと前に進んでみて。後ろに下がるよ。後ろに下がってみたり、できれば段差を登ってみたり、そんなこともやってみてください。下ろすときは片足ずつ離して下ろします。そうすれば怪我をしないので、こんな感じで手押し車をやってみてね。一人でやる場合はこんな感じで、そして荒木頑張って。はい、頑張るよ。こんな感じでやってみてね。この運動をすると腕の力がつくんだよ。で、この運動が上手にできるようになると、跳び箱を跳ぶとき、しっかり腕をね、支えることができたり、マット運動のときに手のつき方、この練習にもなるんだよ。じゃあ、早速みんなでやってみよう。アラッキーが太鼓を10回鳴らしてくれるから、その太鼓の音に合わせて、10歩前に出てみよう。できるだけ一歩遠くに遠くに遠くにやってみるといいよ。G2 が素敵なお手本を見せてくれると思うからよく見ててね。じゃあやってみよう。はい、じゃあいきます。せーの、みんなできたかな？じゃあ次は親子でやってみよう。まずは前5、後ろ5、右に5、左に5、アラッキーの太鼓でやってみるよ。みんなも太鼓の音に合わせてやってみてね。行くぜ。頑張れ。よし、みんな頑張ってね。行くよ。せーの。できたかな？じゃあ次は親子でトンネル遊びをしてみるよ。お父さんがいろいろな形でトンネルを作るので、子供ちびっこのみんなはお父さんのところ、お家の人のトンネルをくぐってみてね。一人でやる場合は、今度はぬいぐるみじゃなくてお家にあるような椅子、ちょっと一つね、キャスターついてると危ないと思うので、ない人はなくても大丈夫です。椅子を使ってやっていきたいと思います。はい。行くよ、お父さん。頑張ってね。お、すごい。体が伏せてていい感じ。よし、もっと難しくしてみようか。今度はレベルが上がったね。はい。行くよ、お父さん。お父さんにとってもいい運動になりそうだね。とってもいい運動だね。次はどんなトンネルかな。ちょっとトンネルを狭くするよ。じゃあ今度は G2 がきついかな。G2 頑張ってね。よし、頑張れね。やっていいのか。行くよ。はい、早く取ってね。はい、魚くわえたとらね。あ、お父さん、アリさんがいるよ。お父さん頑張れ。お父さん、お父さんプルプルしてるよ。お父さんにとってもとってもいい運動になるから
やってみてね。一人でやる場合は、じゃあこんな感じ、椅子の下をくぐっていきます。体をなるべく縮こめて、引っかからないで行ってみるといいね。大丈夫？ラッキー。行ける？頑張って。頑張って。はスムーズに行けるといいね。行けた行けた。オッケー。テレビの前で笑ってる君、なかなか辛いよ。やってみてね。次は親子でリズムダンスに挑戦。じゃあやり方を説明するよ。まずお家の人が座ります。でちびっ子たちはその横に立ちます。そしてお家の人の足の上を飛び越えます。それを何回か繰り返してやっていこうと思います。こんな感じだね。もし一人でやる場合はこんな風に長座の体型です。長座の姿勢になって、こういう風にやるだけでもウエストひねりに効果的です。こんな風にやってみてください。じゃあ太鼓の音に合わせて10回ジャンプしてみるよ。実数頑張ってね。踏んだらごめんね、お父さん。踏まないでね。せーの。はい、ありがとう。今、危なかったよ。かすれたね。じゃあ、次はちょっと難しくしてみるよ。この次は、お家の人にもやってもらいたいことがあります。お家の人は、リズムに合わせてパーグーパーグーパーグーです。ちびっこのみんなはお家の人の足を踏まないようにいきます。せーの、うん、グーパーグーパーグーパーグー、あと1回で、はい、こんな感じでやってみてください。じゃあちびっこはグーから、お家の人はパーから10回やってみるね。アラッキー、太鼓の音よろしくね。はい、いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9。 違う場所も出てきたよ。上手だったよ。じゃあ次はもう少し難しくするよ。今度はケンケンパのリズムでやってみようと思うよ。ケンケンパのリズムってみんな知ってるかな？一回だけリズムやってみるね。ジーツーちょっとやってみて。やった。いくよ。せーの、ケンケンパ、ケンケンパ、ケンパ、ケンパ、ケンケンパ。はい、ありがとう。ここにお家の人のさっきの足を組み合わせてやってみるよ。ちょっと怖いね。頑張ってやってみるからね。みんなも一緒にやってみてね。ここケンケンパ、ゆっくり行きましょうね。ゆっくり、はい、じゃあアラッキーよろしく。はい、ゆっくり行きます。せーの、ケンケンパ、ケンケンパ、ケンパ、ケンパ。みんなできたかな？他にも工夫次第でいろいろな運動ができると思うから、お家の人と工夫しながら運動してみてね。それではこの次は、親子で、ジャンプで遊んでいきたいと思います。どのようにやるかというと、リズムは1、2、ジャンプ、1、2、ジャンプというリズムでやってきます。で、親子で手をつなぎます。そしたら1、2、3でジャンプするんだけど、ちびっこのみんなはできるだけ高くジャンプしてください。お家の人はお子さんをできるだけ高く上げていきます。ちょっとやってみます。せーの、
1、2、3、1、2、3、1、2、3、こんな感じだよ。分かったかな。じゃあアラッキー一人の場合はどうするか、ちょっとアラッキーに見本を見せてもらうよ。はい、じゃあトントンピョーンの時にパー、大きく手と足を開いてみてください。いくよ、トントンピョーン、トントンピョーン、こんな感じです。ピョーン、軽く最後着地してみてください。ああ、動きが若々しいね。じゃあアラッキーの太鼓の音で5回やってみようと思うよ。アラッキー、太鼓よろしく。はい、行きます。はい、せーの、できたと思うから、次は横ジャンプやってみようと思うよ。ちょっと練習してみるね。せーの、1、2、3、1、2、3、1、2、3。大丈夫？大丈夫。もう少しだから頑張って。早く本番。じゃあ、5回やってみるよ。アラッキーの太鼓に合わせてやってみるね。はい。いくよ。せーの。いやー、頑張ったね。実の楽しそうな声が聞こえてよかったね。この間よりも楽しいよ。周りには十分注意して、お家の人とやってみてね。はい、じゃあここからはね、また G2 がタオルを使って遊びたいと思います。今日はストレッチはこの前やったので、いろいろな遊びからやりたいと思います。じゃあまずはじめはぐるぐるゲームっていうのをやってみます。このタオルをぐるぐるぐるって回しているんですけど、この間をタオルに当たらないようにくぐり抜けられるかなっていうのをやります。じゃあちょっと練習してみるね。じゃあメンチッチ、お願いします。やってみるよ。いくよ。まだね。こんな感じで、いいよ。いくよ。はい。ほい。上手。やった。こんな感じでね。で、もっと難しくなってくると、これが速くなる。これにも挑戦してみてもらいたいんだ。じゃあ、アラッキーいくよ。アラッキー。はい、アラッキー。いきます。いくよ。はい。はい。ほい。じゃあこんなこともやってみてね。じゃあ今度はいっぱいやってみるよ。じゃあこっちからお願いします。2人で、うん、2人でどんどん行きましょう。はい、行くよ。くんのん、はいほい、はい、上手、はい、よし、はい、どんどん、ほらこい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 、はい、後ろだ、スピードアップ、はい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 、はい、じゃあ次はね、このタオルを使って尻尾取りゲームをやりたいと思います。学校でやったことがある人いるかもしれないんですが、みんなでやってみるよ。じゃあこのタオルをズボンのゴムのところに差し込んで、タオルの尻尾を作ります。これをお家の人、学校だったらお友達と取り合うゲームです。じゃあちょっと2人にやってみてもらうね。あんまり熱くならないでね。分かったよ。よーいどん。いやいやいや、フェイントかけてみようかな。おどっちが取る、どっちが取る、どっち取る、メンチッチ取った、メンチッチの勝ち。こういうゲームです。じゃあみんなもタオルの準備はいいかな。できた？じゃあやってみるよ。20秒ぐらい大人の戦いを見せたいと思います。いくよ、いないですね、背中を見せない、よーい、終了。取れなかったね。
最後に誰が残るかとかやると面白いかもしれないね。はい、じゃあ次はね、このタオルでこの前やったの覚えてると思うんですけど、タオルを2回結んでボールを作ります。これを使ってね、今日はお家の人と一緒にできるので実際に投げてみます。あんまり強く結んでお家のものとかにぶつかったりしないように気をつけて、広い場所を見つけてやってね。じゃあ実際にこのボールでやってみます。アラッキーの使おうか。アラッキーの、はい。じゃあ2人で普通にキャッチボールをします。はい、はい、片手でも投げてみてね。はい、じゃあみんな一緒にやってみるよ。準備はいいかな。じゃあ行くよ。あ、いろんな投げ方ができるかもしれないね。そうだね。よーこ。上手だね。よーこ。素敵だね。上。上。父やりたいでしょ。じゃあ3人でやってみる。いいかな。はい、3人でやってみよう。はい、後ろから。上手。股の下から。背中から。おー、ナイス。あ、惜しい。はい。はい。はい、じゃあ逆の手。はい。じゃあ下から。うまい。はい。上。はい。はい。はい、終了。じゃあこんな感じでね、お家の人とどんな投げ方ができるかなっていうのにも挑戦してみてください。はい、じゃあ今度はね、ボール運びっていうのをやってみたいと思います。一つのタオルをボールから崩して広げます。これを床に置きます。広げてね。で、もう一つのボールをここに乗せて、これを2人で運ぶよっていうのをやります。ちょうどね、今日はスタジオにお友達が来てるから、お友達にやってもらおうと思います。じゃあみんな呼ぶよ。はい、せーの、いのちいのちです。じゃあ、いのち。僕がこっちを持つから、そっちを持ってこのボールを落とさないように運ぶよ。はい。じゃあ、後ろに行きます。せーの。はい。今度、前。じゃあ、今度、あち。あち。こっち。戻ったら、じゃあ、今度これを、転がしてみる。坂道行くよ。じゃあ G2 が下げます。はい、落とさないように。おお、落ちた。じゃあ逆に命の方が、おお、うまい。お、上手。うまい。上手。お、いいじゃん。うまい。うまい。じゃあ最後難しいの行くよ。これで上に上げるよ。もうちょっとこっちかな。せーの、ほい。ほい。上手。うまい。難しく、難しく、うまい、うまい、上手。命上手だね。命上手、バッチリ。練習してないんだよ。じゃあこんなことを実際やってみます。ちょっと長くやるんですけど、じゃあみんなもやるよ。せーの、はい。あ、ごめんなさい。うまい、うまい、うまい。じゃあ今度は坂道やるよ。うわ、いくよ。うまい、うまい、うまい、うまい。おー、すごい。ちょっとスピードが速いからね。ゆっくりやれば落ちない。大丈夫、大丈夫。じゃあこんなことをお家の人と2人でいるときやってみてください。はい、じゃあね、お家で今一人で見てる人もいるかもしれないので、一人の人はこんなことやるといいよっていうのをアラッキーが紹介してくれます。じゃあお願いします。はい、じゃあみんな2つのタオルを玉状、ボール状にしてください。みんなお手玉ってやったことあるかな。これでね、お手玉をちょっとやっていきたいと思います。膝を柔らかくして、はい、ボールを見ながら、ちょっとつかみに行っちゃったけど、何回できるか挑戦してみよう。じゃあやってみるよ。せーの、1、2、3、できない、4、2つだけ、5、6、ね、ありがとう、7、すごいよ、8、ありがとう、9、10というような感じです。上手な人は3つとかにも挑戦してみてください。お手本やらないの？ん？
お手本できないよ。で、もう一つアラッキーの方から紹介したいと思います。一枚のタオルをちょっとこういうふうに伸ばしてね、片方だけ結んだ状態にします。玉は玉のままです。で、みんなテニスのラケットとボールの代わりでこれちょっと遊んでみたいと思うんだけれども、利き腕の方、こっちラケット代わりの方は肩にかけておきます。で、片方の手でボールを持ち上げる。そして上に上がった時にパチンとタイミングよく打ってみてください。ガラスとかね、人に向かってはやらないようにしてみたいと思います。じゃあちょっとやっていくので、いくよ、よいしょ、こんな感じです。ちょうど上に上がったタイミングを見計らって、あ、ちょっと失敗。今はちょっと肩にかけとくの忘れちゃった。悪い失敗例だね。悪い失敗例だよ。もう一回いくよ、上に上げてパチン、こんな感じです。じゃあみんなもやってみてね。親子で楽しく活動できたかな。最後に、親子でコミュニケーションを取ったり、ストレッチ、リラックスしたりする運動を紹介します。お腹でゆらゆらです。まずお家の人が横になってください。その上にちびっ子たちは寝ます。実寝てみて。大丈夫？なかなかないよこれ。ふざけてるわけじゃないよ。はい、そしたらゆ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 ら、子供のリラックスタイムと親子のコミュニケーションです。足が上がってないよ。そしてもしお家の人、体力に余裕があれば、ふっあげろほう、あげろほう、頑張れ。いいね、いいね。お父さん、星が見えるよ。気持ちいい。こうすればお家の人のトレーニングにもなるよ。ぜひ頑張ってね。実、じゃあもう幽体離脱だ。幽体離脱。頑張ってね。はい、じゃあみんな最後クールダウンしていきたいと思います。じゃあ肩回し、反対、はい、OK です。結構ね、足も使ったと思うので膝を回していきましょう。ポキポキ鼻水出た。ポキポキしてる。ポキポキ音が聞こえちゃうね。はい、じゃあ最後アキレス腱です。はい、反対。あ、気持ちいいよ。伸びるね。思いつきたね。思いつきたね。身が足りない部分は後で自分でもやってみてください。じゃあね、今日は一部だけ紹介しましたが、ぜひゴールデンウィーク中にお家の人と一緒にいっぱい体を動かしてみてください。ちびっこのみんなはもちろんだけど、お家の人も怪我しないように、無理しないように、くれぐれも気をつけてください。今日も見ていただきありがとうございました。リフレッシュしながら上手に気分転換をしてください。それではまた会える日を楽しみにしています。さようなら。